はい、どうも、柴津アートです。どうも、よろしくお願いします。明けまして、おめでとうございます。この動画を見られている方、2023年をお迎えしておられますでしょうか。今回はですね、年末年始といえば、そう、赤い狐と緑のたぬきと黒い豚カレーなんですけど、今回は、豚は抜きで、たぬきと狐を描いてみようという動画になりますね。縁起物ではないか。まあいいんですけど、今回サクッと描いてみようってことで、あんまり写実寄りって感じではないんですけど、1枚あたり2、3時間で描いた感じの絵になってますね。まずは狐パートからいきたいと思います。正直ですね、こういうサクッと描く絵シリーズとか、なんか結構上げてるんですよ。サクッと描くリンゴ、果物、オレンジみたいな。説明は特にないんですね。説明することありません。なんで、今回雑談メインになります。はい。雑談メインです。恐ろしいですね。絵のメイキング、今からこれ何分の動画だ？これ9分の動画なんですけど、こっからずっと雑談です。信じられますか？年末年始とは思えないんですよね。誰が好き好んで年末年始で売れない画家の雑談聞くんだって話ですよね。わかります、気持ちは。聞きましょう。でも、そうだな、特にまあね、素人の雑談聞いて面白いなって思うことなんてほぼないと思うんですけど、 なんかあるかな、雑談。原稿なんて今特に何もなく一発撮りで喋ってます。そうだな、先日友達の結婚式に行って、二次会でビンゴ大会があったんですよ。で、ビンゴカードを一人一枚渡されるじゃないですか。なんですけど、僕、友達が司会することになってて、その司会の分も含めて、僕、手元にビンゴカードが3枚あったんですよ。当然確率3倍で、うわ、これ最初に当たったらちょっと嫌だな、ちょっと僕思ってたんですよ。なんせ、ね、楽しい雰囲気でビンゴ大会やるじゃないですか。結構新郎新婦側も景品、いいものからちょっとネタっぽいものまで用意してくれてるんですよ。いいものだと、確かお肉とかアマゾンギフト券みたいなの結構いいですよね。で、ネタ枠としてなんかこう、なんだろうな、ボードゲーム、遊び大全にありそうなボードゲームとか用意してくれてたんですね。そういったものを用意してくれてる中、ビンゴ大会が始まり、そう、僕が一番にビンゴしてしまったんですね。僕は思いました。僕は友達としてこのビンゴ大会の雰囲気を保つっていうところに注力した方がいいんじゃないかと。いきなりそんなね、いっちゃんいいもん取ったら後の人の楽しみもなくなるし、いっちゃんネタっぽいもの取ったら、目立ちたがり屋さんとか、こうなんか、ネタ要素、面白そうなものを取るっていうのは、一種の安牌を引くんですよ。安牌を取ってしまうんですよ、選択肢の。それもそれで良くない。後の人、後続、今からビンゴになっていく人たちの楽しみと、その安全策を僕が最初に取ってしまうのは、良くないと思って。なんか、ボードゲームの隣にあったムーミンのぬいぐるみみたいなやつ取ったんですよ。ああ、やったー、これが欲しかったんだーっつって。ビンゴ大会が終わるじゃないですか。司会の友達が戻ってくるんですよ。もう開口一番、お前マジあれはねえわ。いや、そこで、最初絶対ボードゲーム取れよ、みたいな。マジおもんねえ。って言われたんですよ。つろ。で、これね、信じられないですよね。僕としては最前提を打ったつもりだったんですけど、やっぱり。ボードゲーム取るべきだったんですかね。お笑い、なんだこの話、マジ。オチねえな。オチを作る話をしろよ。出てですね。マジこれやば。取り直そうかな。たぬきパートに入りましたね。はーい。なんかこう、雑談で、たまにあるじゃないですか。人と喋ってて。ねえ、面白い話してよとか、なんか面白い話ないって振られることないですか？
そういう時、めっちゃ困るんですよ。大概の人が困ると思ってて。まず、そんなないし、そもそも。そんな引き出しないし、あと、あれなんですよね。面白い話してよ。うん、実はね、なんかもうその時点で、面白い話してというハードルがもうバーン出てるんで、それ飛び越えなきゃいけないんですよ。相手も構えてるんですよ。うわ、こいつ面白い話すんぞ。持ってるぞ、って。なんかドキドキして待ってるんですよ。面白い話できるわけないじゃん。そんなことないんですよね。まあ、そういう時ね、僕がいつもする話があるんですけど、ありますよ。面白い話。あるところに、猫がいました。猫がね。で、その猫、まあ、白い猫だったんですよ。ね。まあ、体も白いし、もう顔の毛も全部白いんですよ。そう。尻尾も白かったんですね。面白い猫だったんですね。はい、面白い。ね。こうなるんですよ。こうなる。でもこの話、今聞いて思ったでしょ？おもんなって。おもんないんですよ。おもんないけど、返しとして一つ持ってるんだよね。精一杯の言い訳。精一杯の言い訳を今かましてるけど、返しとして面白い猫の話、面白い話してよ。面白い猫の話であるよ。っていう返しが一つあるんですね。いや、面白い話して、いやー、ないなー。で終わるよりは、ちょっとマシじゃないですか。失笑。軽いめの失笑をさらって、まあ、その話はね、じゃあお前なんかあんのかよ、みたいな感じで、こう、ね、返していける。俺は言うだね。いや、俺は言うだよ。そんなね、おもんない話って分かってるし、失笑で終わるのも分かってるけど、俺は言うだよ。あんたはみたいな。手でね、入れるんで、ある意味尊厳をね、保てる話かなと思ってますね。もしね、これから先、振られた時にですね、面白い話あるって言われたら、ありますせー言うて、今の話してみてください。はい。まあ、何か少ないプライドを保てるとは思います。はい。おい、動画のメイキング長いって、喋ることないって、もう。YouTuber の人はすごいですね。一人で喋ってる人どうかしてますよね。すごくないですか？例えばコメントがあってそれに返信する形で会話が成立してるっていうならいいんですけど、まあ、キャッチボールですよね。僕の場合はもう何もないんで今。ただ会話のキャッチボールというか、壁に人に投げてるわけでもなく、壁に投げてるわけでもなく、海にボール投げてるんですよ。喋った言葉全部沈んでく。こんなことある？こんな悲しい年末年始あっていいんでしょうかね？ということで、はい、できましたね。映画どうですかね。かわいいたぬきさんとかわいいきつねさんができましたね。これはいい年を迎えれそうですね。はい、というわけで、はい、ここまで動画をご覧いただきありがとうございました。本チャンネルでは本チャンネルでですね、このような動画のメイキングであったり、絵の役立つかなみたいなちょっとした情報もお送りしております。チャンネル登録、高評価、低評価、何でもいいので、いただけるととても嬉しいです。ということで、ありがとうございました。バイバイ。